こんにちは、グリムです。今日もですね、安定のスタバに来てまして、で、今日は、6日目、福岡6日目ですね。で、今日、天気がすごく良くて、で、あれですね、ミルクロードっていうドライブコースがあって、その辺に行こうかなとか思ったりしてます。あとは、ハウステンボスも行ったことないので、あと、糸島でもいいんですけど、とりあえずドライブしていこうかなと思ってまして。で、今日は朝7時からですね、朝の、和食ですね、サバ定食を食べられるお店に行ってきて、すごく上品で美味しいお店だったんですけど、もうそれで、今お腹いっぱいですね。今が9時頃ですね。で、ドライブコース行くんだったら、ドローンが欲しいかもしれなくて、で、10時にビッグカメラがオープンするので、で、買っちゃおうかなと思ったりしてます。で、今回あれですね、持ってきてないっていうか、確か DJI Mini 2だったかなが以前使ってたんですけど、池に沈んで、壊れちゃったんで、ずっと壊れたままなんですよね。で、都会にいる分には使えないので、全然使ってなかったんですけど、こうやって田舎に来ると、使いたくなりますよね。で、新しいミニ3だったかな、なんかエア3かな、新しいドローンがあると思うので、それ買って、で、SD カードもないので、SD もゲットして、行こうかなと思ったりしてます。そういう感じですかね。で、さっき、朝の光の中歩いてきたんですけど、今日は、そうですね、なんか M11 に、ズマの 35mm、F3.5。昨日は気分的に 50mm のアポズミクロンつけたんですけど、やっぱこれいいですね。なんか、アポズミクロンより好きかもしれないと思ったりして、まあ描写めちゃくちゃいいんですよね。あとまあ 35mm っていう画角もすごい僕好きで、50ミリだとやっぱ結構狭いので、景色撮ろうってなるとやっぱ35ミリ欲しいですよね。うん。というので、今日はこのレンズで行きたいと思ってます。荷物も重くなるので今日はアポズミクロンは置いてきました。はい。というわけで今日も楽しんでいきたいと思ってます。